5秒前、4、3、2。おはようございます。おはようございます。サトルリさんオンリーですよ。初めてじゃないこれ。あ、そんなことない。昔ゲームのやつで一回だけ一人でやったけど、もう2年ぐらい前か。結構前です。結構前。ということで今回サトルリさん一人な理由はですね、なんと6月10日サトルリさんのお誕生日です。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。30歳とうとう味噌汁になりますよ。私も30 ちょっとどうしたんですか。リアルでやだなと思って、30歳になった感想、やっぱだって29歳から30歳って結構大きな節目っていう方もいらっしゃれば、ね、結構スンっていく方もいるんですけど、どっちですか、どっちかって言ったら。いやちょっとスンっていう感じだね。いやちょっとスンっていう感じだね。だって結構すんで、だってもうさ、いろんなことさ書くのもさ、20代ってとこチェック入れられなくなるでしょ。あ、確かに。でも次30からっていうんですか。そう次30からのとこチェックしないといけないから、ちょっときついよね。そんなことないです。じゃあちょっと、誕生日のことを聞く前に。サトルリさんがどんな人なのかなっていうのを。あ、そうね、私のこと知らない人もいるかも ね、はい、なんでじゃあまずペンネームを自分のお口から言ってください。サトルリです。よろしくお願いします。お願いします。編集部ではどんなお仕事をしていますか。どんな仕事。なんか前回矢野くんだったんですけど、矢野くんは新作記事を担当して結構そこを更新するのは僕の仕事ですみたいな感じを言ってました。あ、一応メーカーさんの担当いくつか持ってますね。なのでまあそこの攻略をやったり、そうですね、新作出たら紹介したりとか、自分でプレイして、そうですね、プレイしたりとか、はい、してますね。ちょっとおつぼねっぽくなってきたよね、私。そんなことないですから。なんか結構いろんなことをカバー、私の仕事ってなんだろうって思うけど、なんか結構さ、いろいろなことに、まあ、というか、そうだね、編集部はね、まあそうだよね、そう、まあいろいろやってますね。本当はすごいですよね、いろんなことをやってます。動画も出て、記事も書いて、インタビューに行ったりとか、取材にね、足を運びに行ったりとかね。そうですね、そんなことをやってる、サトルリさんやってます。はい。じゃあそんなサトルリさんが今までもらったプレゼントの中で一番嬉しかったものって何ですかね。なんだ、覚えてないけど。結構難しいね。結構難しいね。なんだろう。じゃあこれも前回矢野くんだったんですよ。矢野氏だって。ナンセンス矢野です。なんか大学生の時、男友達、すごいゲームをやる男友達からプレゼントをもらったんですって。その子はプレゼントをもともと渡すようなキャラじゃなかったのに、プレゼントをくれた。それがすごく嬉しかったって言いました。ちなみにそれはなんか原宿とかで似顔絵描いてくれる人に描いてもらった絵をもらったって言ってた。ああ、絵ね、絵とか嬉しいよね。そういう感じで何かありますか。もらって、どうしよう、困っちゃったな。なんかちょっと家もらったとかないですか。ないよ。でもなんか私親からもらった方が嬉しいものが多かった気がする。彼氏とかよりもね。じゃあちょっとなんかその中で印象深いものあります。なんだこれみたいな。そもそも何もらったかな。そっからだよね、何もらったかなっていう。何もらった。私30ともなるよね。30ともなると雑だね。29。なんだろう。高校生の時にもらったものとか、なんか。高校生、ちょっと私どうしたら記憶なくなっちゃったのかな。記憶なくなっちゃったのかな。嘘。嘘。なんか、なんだろうね。クリスマスとかは何もらってたりするの。クリスマスはでもゲームソフトとか多かった気がする、親とかからはね。そう。はいはいはい、やっぱりゲーマー。ゲームソフト多かった。ある時から勉強道具みたいになっちゃったけど、ある時からなんか辞書とかになっちゃったけど、でも基本そうね、クリスマスプレゼントは朝起きるとね、枕元に置いてあったから覚えてるけど、誕生日って何。私誕生日なんかむしろもらってなかったかな。祝われただけみたいな。祝われただけかもしれない。あ、でもね、毎年毎年
カニとか食べる。あー誕生日にね。誕生日にそれプレゼントだ。それが美味しい飯食うの違うのプレゼントってことも。美味しい飯思われてるのかもしれない。そうそう、ジョジョエシトルさんよく食べますから。そうそう、美味しいグルメ。そう、食べ物の方が覚え、あ、そうだね、食べ物嬉しいね。あ、そうだね、食べ物嬉しいね。うん、ちなみに好きな食べ物なんですか。一番好きなもん、人生でこれしか食べちゃいけないよっていうの。難しい。一番好きなのなんだろう私。好き嫌いは基本的にないからな、何でも嬉しいんだけど、うんうん、気分によるけど。なんだろう、何でも食うもん。何でも食う、ほんと何でも食う。じゃあ今食べたいものなんですか。あ、今食べたいの、今はね、私魚介、魚介、海鮮、海鮮丼のちょっと先食べに行こうかなと思ってたんで。人数は多いからね。そうそうそう、確かにね、築地近いですからね。そう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 、魚介食べたい魚介食べたい魚介。じゃあ、次の質問は、人生のゲームを教えてください。人生のゲーム？人生ゲーム？人生ゲームじゃない人生を変えた、もうなんか人にこれは絶対にお勧めするしているとか、そういう人生のゲーム。人生のいっぱい、まあ、でもベタだよね、多分ベタだけど、うん、私好きなゲームって、うん、クロノトリガー、うん、あ、クロノトリガー、あとスーパーマリオ RPG、うん、あと FF 全部好き、うん、FF ドラクエ全部好きだけど多分 FF7 が一番好きかなっていう、まあ人生を変えた、そうね、オタクになっちゃったね、私はね。そうね、オタクになっちゃったね、私はね。ゲームをプレイし、そうだね、結構そっちのオタク気質な、オタク気質な、ゲーマー気質な感じになったと。うん、ゲーマー気質になったし、ちょっと、うん、なんかその、あ、この世界はいいって思って現実逃避をするようになった。あー、なるほどね。そう、なんかちょっと、うん、未だに変な感じになってちょっとね、妄想と現実がごっちゃになるちょっと言っちゃ、それやばい話ですからね。ちょっとあのね、ともすると言ってしまうよね。トリップしちゃうよね。トリップしちゃうよね。ではじゃあ最後に、誕生日だからぶっちゃける話ってあります？ぶっちゃける話になるじゃないですか。おうおうおう、なんかもうぶっちゃける話。30歳になってぶっちゃけ、29歳まで実はずっとこれを隠し通してましたみたいな、とか、ああ、こう踏ん切りをつけるために新しい年に、だろうな、なんだろう、ぶっちゃけ、ぶっちゃける、ぶっちゃける、私変なこと言っちゃうからな、でも私変なこと言っちゃうからな、でも私なんかね、その時はそう、ピー入れるか、ピー入れるか、切ります。そうだね、ぶっちゃけ、なんだろう、ぶっちゃける、ぶっちゃけるっての、久しぶりの話、ピー入りがする。そう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 、あ、たまにパンツ履いてないとかそういう話。あ、たまにパンツ履いてないとかそういう話。あ、ちょっと待って、ぶっちゃけすぎでしょ。あ、それ違う。いや、いいと思います、サトフリさん、実はたまにパンツを履かない時があります。これでいいです、ありがとうございます。これだから、これだから、いただきました。え、ちなみにそれはなんで忘れちゃうんですか。いや、パンツ履かないじゃない、家に帰る、家で家族っていうのが正解だね。あ、そうだ、びっくりした、びっくりした。だからたまにパンツも履かないで寝る時はある。あ、そういうことね。そうそうそう、うん、好きっていうか、そうね、あの、めんどくさい、着るのが、一人暮らし、なるほどね、一人暮らしだから。いや、もうよかったよ、よかったよかった。さすがにここに来る、あ、でも、あの、ブラジャーたまにしない、ブラジャーたまにしない。あ、はいはいはい、言っていいのかな。もうやめましょう、もうやめましょう、もうやめときましょう。ということで、サトルリさん、本日6月10日、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年も素敵な一年になること。もうね、大人だからね、こんなこと言っちゃったって言っちゃダメですね。はい、じゃあそれでは、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。行ってきます。はい、じゃあ皆さん、明日の7時にお会いしましょう。行ってらっしゃい。ちょっと大丈夫かな。